指名の挨拶に訪れたのは、福岡ソフトバンクホークスの福本敦史アマスカウトです。先週のドラフト会議でソフトバンクから育成13位で指名された新潟医療福祉大学の佐藤拓磨投手。福本スカウトは今年8月から佐藤投手をマークし、その投げっぷりの良さを評価していたといいます。まずは支配下登録になることが大事だと思っているので、支配下登録に早くなれるように一日一日無駄にせず頑張っていこうと思ってます。佐藤投手は来月仮契約を結ぶ予定です。